絶対今度は勝つ。反省点はもう持ってきた。ドンキは資格なし？ありだろうがよ。おおおそこを許す進化三角形。そこを三角形カワン。じいちゃん言ってるとお前じいになったらお前もう。SKJ ビレッジ。はい、ご視聴ありがとうございます。 SKJ ビレッジです。やったと最高そう進化です。はい、本日の企画はテトリススマブラ。おー、はい、すごい。あのテトリスのピースの形のステージがございます。これランダムで1個選ばれて、そこで1対1で戦います。負けた人はキャラ選択画面の 5×5 マスの25マス、この25マスの中から戦ったステージの4マス分が消去されます。どこに置くのかは勝った側が選ぶ。あ、そういうこと、そういうこと。あ、負けた人はキャラがその4マス分消されて、キャラが全部なくなった人が負けです。さあ行くぞ。さあ行きます。先生4番目、こう右目です。あ、長いやつ。あ、長いもん、長い棒。で、キャラは、せーので言えばいいの。そうだね、まあ長い棒で強いやつ。いや、せーの、ゲッチ。最強です。あれ、なんかあったんですか。ガチで最強です、これ。OK ですか、いきますよ。はい。おい、スタートー。うわ、これゲッチのステージだな。あれ、なんかあったんこれ。それ、多くやった方の勝ちだ。これも多くやった方の勝ち。あはははマジで言ってんの。マジ、マジ S リスペクト。最後つ赤だよね、俺だよね。これ食らってんの俺だったらボケになってたけど。暴れろ暴れろ。でうわーやだ、あれバン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 。すげーそれ。あーやだ、あれバン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 。より金縦か、まあ、選んでください。 S の青縦、どこ行こうかな。強そうなんで、じゃあリンクからデデデまででお願いします。リンク、クッパ、クロム、デデデ。ここやられました私。はい、まあ、結構強そうかなと思いまして、重量級。まあ結構いかれたな。これどっちだろう。いや結構いい勝負かな。どうだろう。結構ちっちゃいんですね。はい、スタート。わっわっ、じゃあロイロイドキオン。確率強い。これはいい勝負だ。ガキャビビンカビビンで、うわー、かんない。ガーやばい、もう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 やばいな、S は。序盤でやばい。キャラがどんどん選べなくなっていくのもやばい。で選んでください場所。じゃあ私が選ぶのはあのサムス、ダムスが消せるとこです。ここですか。これはやばいかもしれない。S サムス、ダムスがいなくなったら結構でかいぞ。よーし、これ上下に強いといいですね。これは間に合わなかったら死ぬっすよ。これはもう気をつけて、気をつけて。うまい。頑張れ、頑張れ。間に合う、これ間に合う、全然間に合う、全然間に合う。うわ、危ねえ。危ねえ。おはははは、次下回る。おい、下回る。まあまあまあ、下回りますよ。これすごいね、これ。もう一回成功させないといけないんで。あ、やばい。ナイスナイス、頑張れ。頑張れ。終わった。じゃあさ、ラストチャンスあげます。ラストチャンス、次ラストチャンスです。これ上振れ必要なんだ、コース行く。これで進化さん行かなかったらもっとゆっくりします。崖つかまりはないです。ちなみに。オッケーです。回避できるですよ。あ、ギリギリスカイ一応。ちょっと待って、下が見えないの怖い。素晴らしい。やっと戦えるか。よかったよかった。スタート。はい。さよならクッキングだ。さよならクッキング行ったからには勝たないとまずいですよこれ。あとはめれるか、うまく結構つせ。あ、おい、やばい。ええ、どういうクッキング。いや、それはもうさよならの最後のあれですから。最後のお別れに食べてほしい。
早めに言うとめっちゃスターこれ。サヨナラクッキングは後半に出しな。そうだよね、危ない。前半サヨナラクッキングは。ちなみに何を作ったんですか。いや、ウインナーと卵焼き最後は。あ、いえ、寂しいじゃないですか。いや、いいですよ。いや、ウインナーと卵焼き最後は。あ、いえ、寂しいじゃないですか。いや、いいですよ。ゲッチ壊れキャラだな、これ。いや、これゲッチを消すのがいいかも、さっさと。これやっぱゲッチを使わせないけど、俺はずっと使える状態をキープするのが一番いいな、これ。ちょっと場所を選んでいただいて。ゲッチを雷に隠しつつ強キャラを消す方法。回転ってどうするの、いけるよ。これをそのままこう回転させるのだけ OK。 絶対できないわ。中学裏返しちゃダメ。じゃあゲッチを消せるようによく計らってください。いや、じゃあこうよく計らいます。じゃあで、デデも消せるなら進化デデ強いんで。あ、消せますよ。じゃあそれでお願いします。あ、消せますよ。じゃあそれでお願いします。こうでいいかな。あ、そうっすね、まさにそれ理想っす。いや、ゲッチはやばいね。で、 S のゲッチを消しさえすれば俺の天下が来る。で、ステージは1番。ああ、こうだ。こう。L。あ、おもろいっすね、それ。ゲッチっすけど。ゲッチです、俺は。ゲッチ、俺もいい。ああ。よし、スタート。はい、動けないっすね、これは。開始の一なソーセージ。で、出ました。これは GG といったところ、何クッキーだっけ、こんにちはクッキーだっけ。え、違うな。さ、解除して。あぶね、許されたなぜか。ちょっと料理の具合でなんとかなめんな。なるわ、なるわ、なるわ。すげえ、大幅に曲げております、ダメージでは。でも展開としては悪くない。これだけ。うわ、さよならクッキング、旗にヘワイ上げ、カマーズ。さよならクッキング、旗にヘワイ上げ、カマーズ。よし、じゃあ俺は再活の、ゲッチャ確定で消して。どう消すかだよな。そうだよな。ゲッチを。ああ、やばい、それ綺麗に消されたっすね。はいはいはい。サムスダムスとゲッチ。こうなりましたと。はい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 。ステージが4番。もう縦な縦ボス縦ボス縦ボスか。ゲッチいる？いる俺は。うわ、これいかついっす。ゲッチ、これ進化勝ってほしいが。俺だけまだゲッチいるんだ。いや、そのゆえ生かすべき。あー、スタート。マジ？ナイス！ゲッチは消しました。さすがにナイス。黒いのはこの光の女で。ショッカー！クエニカの組合うまいです。新たなゲッチをとね。いや、別にこいつはゲッチじゃない言うて。新ゲッチよ、こいつは。新ゲッチとか言っちゃない。いや、ゲッチはその上下が強いんで、そもそも。青結構消えてるから。あ、でも横にできるか。そうだね。あ、でも待った、攻撃します。メダナイトからロイで。あ、いいっすよ。黒かぶってるけどいいんすか。いいっすよ。数的には損っすよ。まあ、でもゲッチを多く見た、素晴らしい。ゲッチを重いんだやっぱ。ステージは1番。せーの、ドンパルテナ。ドンキーパルテナ。これはなんかめっちゃしょられそう。弱は当たってはいけない。また飛び道具ありますからね、シンガさん。強いっすよ。スタート。受けたが 50% 大ダメージ。使われてる。父殺しの際、行け。いけないっすよね。さあ、あのジャックをはめることができるか。待って、食らわなきゃね。もうあと30なんで。いや、これやばい。もうマジで一撃引っかかる可能性持つ女だからな。いや、どこまで行っても恐ろしいです。現地戦法。おぉ、反応いいっすよ。うめえ、逃げんじゃねえ。いや、いつか行かれるな、それ。よし、あ、終わった。キャッチングベイベー、カモン。おお、それ届いた。うわー、よし。いや、でもこれは 100-0 じゃないです。もうほぼ 0-0。 ゲチがあるから。素晴らしい。ゲチゲチ頼みます。ロイクロンも結構、いや、でもミュウツー回転だから俺ってごめん、一生回転しちゃえば俺の中で。ゆっくり回転させな。いや、無理だ、いい回転むずっ。ロイ、ソニック、パルテナ、月光馬。ゲッチティシャツ、いけるよね、これ回転させる。ああ、いけるいけるいける。危ねえ。
いや一回はそれやりそうなんだよ俺。本当はねちょっとミュウツーリュカケしたかったんですけど、進化のどう頑張っても回しても無理だったんで。そうだね。はい。弱ハメ禁止にするかこっから。まあまあまあ全然そうだね。ゲチ対決になっちゃうんだよ。やばいぞ俺や。カモーン板を張ったこうだこが氷飛んでくるな、うん、板を張っておこう北海道でやっていやまた氷で沈んだ。うわ十分すぎあれ冷たいのセクシーポーズだ反省点はもう持ってきた。ドンキは資格なし？ありだろうがよ。おお！おお！そこを許す。進化三角形。そこを三角形。カモン。じいちゃん言ってるとお前。じじいになったなおめえも。もうごまかしてるけど、進化さんに資格なし。まあじゃあ一応まあ負けなんですけど、進化さん負け。しかも今のは別に難しいっていうか俺りゅうだけのやつなんですけど一応。じゃあ行きますか。はい、スタート。やばい、あやばい、これやばい、あ終わった、これ普通コンボ、普通コンボ、あうまい、やばい、メカは強いよ。オッケー、ツーコンボ、シンカさんかっけーな、さすがにかっけーな、シンカさんかっけーな、それは三角形、四角は俺、四角なし、カモンカモンで僕じゃねえよ、完璧だ。いやしかも四角はシンカに効くんじゃね。じゃあ右上行きます。サムスダムスアイクラシークの四角。はい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 、エスケジェメンバーシップ開始します。メンバーシップ限定生配信、スコロでもやります。専用ディスコードに招待します。メンバー同士でゲームしたり僕たちともゲームします。幻の過去動画公開されるかもしれません。概要欄から詳しい動画が見れます。必ずチェックしてください。入れ入れ、ではスタート。ないなこれ。うわ、最大空砲入った。痛い、炎が追いついた。まだきつい。うわー、やった、これは最大の一撃、41まで入って、ね、ガードブレイクもあるんですね、この戦いって。素晴らしい飛び込み、ミドリスの駒のような飛び込みでした。あ、やっべ、あぶね、やばくないだと。ウエスマのあれでかわした、よっしゃ、すぎる、おー、すごい、よっしゃマルチがやいきゃー、降ってきたの、横綱が。いやこれはちょっとうまくやられました。パンテナの罪生かせなかったわ。すごい、シャビーはずっと狙ってました、クッパの。いやあれ割れるともうきついっすね。いやパルテナ絶対消します、これで。パルゲシは絶対する、その上でパルゲシをこだわってくれると助かり気味か。一応俺はそうだ、2マスしか消せないね、パルゲシするなら。あ、まあでもこれここ行けば縦棒2回とかできるのか。縦棒2回ではいけるな。じゃあここ行きます。メタナイトからルフレで、こうで。メタナイトからルフレ、はい、一番じゃ消された形ですね。ただパルテナ残ったんでそれはでかいかと。決めました、決まってます。せーの、パル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 パニックお見せしようかな、これ。あ、パルパルパニック決まるのか。いきますよ、スタート。おー、さすがのイモリ、籠城戦といったところ。おお、いやーは強い。あ、でも最後に当たらないステージじゃないから。素晴らしい、やったー、よっしゃー。でも狭いと剣のリーチは強いね。ね、だいたいロイのクリティカルゾーンになるから。でかい。エスパル消したいけど。俺回転させろ、うまく。こう、あ、いける、僕は、まあ、俺的には嫌でした。マリオでこうは絶対1回じゃいけないっていう。まあでもね、やっぱ強いキャラ消す方がいい気がするんで、うん、俺パルテナで勝ってきたから、この4つ行かれるのは嫌でしたね。パックマンも強そうです。じゃあそれでいきます、はい、ユカソニパルパックマン、はい、ちょっと端っこ余っちゃうけど、うん、それはしょうがないね。この5出た人ラッキーよ、普通に。
やっさん21ピ2番あ単語だ。うわ四角だ。これ S もし負けると右下がっつりいかれるっすよ。右下4体いかれて S 結構一気にヤバくなるな。せーのピーチ。かなり大事です。俺ここ負けたら結構ヤバいやつ、うん、よーいスタート。どうなるこれ。まず様子見、この狭い中で様子見。やばい、2連敗はやばい、ガチで。月光がと、ここの5体で6体だね。だから、田んぼとあともう1個今日終わりじゃないやつは。いや、でもこの形は全然2回でありやすい。大体2回、大体2回。テトリス運次第では。おおよそ2回です。いや、歯が出なければだいぶ持つ。いや、この2回でお前らもやばいだ。いや、再活も縦にで結構いくんじゃない。縦にで進化はどうなんだ、これ。いや、進化、開き方いいな、なんか。いや、進化ね、散ってんだよ、マジで。で、マジで散ってるわ。まあでも縦2回、だから4が2回連続俺の時に出なきゃいいで。まあそうだね、それはじゃあ大丈夫、さすがに。2だ。あ、2ってことだね、2です。2は2でまずい。田んぼだ、田んぼ。いや悪くない、俺は悪くねえわ、田んぼ。決まりました。はい、せーの、ドンキー、サドー。おい、やばい、いきなり捕まり痛すぎる。カウンターもだいぶ痛い。外したー。やばい、いや、トゥーヘイハー、それは強すぎます。そのコンボ痛すぎますよ。残り20、お互い残り20。いや、残り3だよ。掴んだら勝ちだ。負けるな、勝ちだ。ガーダに見ちゃダメ。離して、離して、田んぼ削ります。いや俺、田んぼはぶっちゃけありがたいよ。いや、田んぼはマジで災害の時一番いいやつ。別に削らないことが大事なんで、うん、ロイソニかソニパルのどっちかだと思う。まあ、どうせ使わないから。シュルク削ります。シュルクなんかワンチャン可能性ある気がするんで、ザンにされると。災害者シュルク行かれました。でもここは幸運で3マスが来ないやつ引き当てるだけだ。これはいきます。4です。縦だ、縦位置、縦位置、縦位置、いい、いいね。やばいやばい、負けるわけにはいかねえ。いや、縦位置は俺もやばい、俺もやばい。俺もここが削られるから残り3になる。まあまあまあ、いや絶対負けらんねえこれ。その3はいかようにもいけるもんな。あとはバルトやさせん、レイジーさすがにピッチだかね。いやちょっとマジでノーダンス頼むぞ。綺麗にこれいかれるかな。いや、スタート。さあ、空中浮かされたらハルテナかなり強い。いや強いか、さすがに。やわ、ゼロ。中盤戦に出た。天井さん、ゼロ。これは何ですか。これは何ですか。それはもう閉山だった可能性はある。なんですかそれ。カモカモで持ってきなさい。やべ、カモ持ってきも決まって決まったんだ、よかった。よしよしよし、やばいやばい、決められた。え、でもこれ S やばいし、かなり。いや俺やばい。で、あと1回でほぼ。じゃあさすがに削るのはピーチ、ミュウツー、月光河のラインにするわ。そしたら3の形が出れば一撃死いける。いやマジほぼほぼいってる、ほぼいってる、ほぼいってるって、はい、少なくとも2回。だいたいこの形あるもん。どれも生き残る。どこに、ごめん、マリオ、ドンキー、デイジーだっけ。俺マリオ、ドンキー、デイジーだと思う。オッケーオッケー。まあどっちにしろ、じゃあ運命のダイスロールお願いします。縦1列と L 以外は死亡だね。まあ勝ってる。そうします。3です。3は、あ、穴ぼこだ。あ、いきます。これ負けたらいきます。負けたらいきます。S、マリオ、ドンキー、デイジー、何を選ぶのか。とどめさしに行くキャラで。実際マリオ結構強そうな気がしますが、どうなんだ。
エスラストキャラピックとなってしまうのか、はたまたここから盛り返すのか。ドンキーコング、はっ、スタート、スタート。下の方が強いのか、 あっちあっち、ゴムだ。おっ、あっ、観客指は使わない。ジャクおっ、掴みまジャッカー。わあ、シンプルパンチだ。シンプルパンチ、カメとゴリラのシンプルパンチ対決へようこそ。ガクの指は使わないのか。使わない。ごめんなさい、ガクの指は浅いこと言って、これジャックでいいっすね。ただまだフドリスはわからないぞ。フドリスはハマるのか、果たして。ゲロが変なやつは。こんなバカな二人組がフドリスをはめることができるのか、エスの。ハマるなぁ、うまい。絶対ハマるなぁ。ハマるこれ、ハマる、ハマります。バカでもハマる、飛び出さない、結構いろんな回転でいける。